はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日は激レアな道具を手に入れました。それが、はい、こちら。はい、なんとですよ。本物ですよ、本物。本物ですよ。埼玉西武ライオンズ、源田選手のバットと、外崎選手のバットを手に入れました。どうしたんですね、はい、先輩にいただきました。マジ？はい。これ返した方がいいよ、本人に。いや。本人ね、うん、あ、それはそれで会えるから嬉しいんだけどって本人に返した方がいいと思いますはい、で、これで本物の証っていうのがここに名前が入ってるんですよ、6源田壮介ってというのと、パッドのグリップ部分に刻印が入ってるんですよ。これが本物で、こっちが外崎選手ですね。で、あとはい、こっちも刻印が入ってます。で、まあこちら NPB のシールが貼ってないんで試合では使えないんですけれども、まあ、同じように作られたという証が入っているバットになります。うん、タイカップで取りやすいですね。重さが重いですけど、もちろん重さなんかタイカップのおかげでそこまで感じないような、多分プロ野球選手だったらそういう作りのバットなんじゃないかなっていうのがありますね。うん、こっちの方が細めかもしれないです、源田選手の方が。うん、なんかどちらかというと外崎選手の方がしなりで、ま、源田選手はあんまりホームラン打つようなバッターではないので、しなりは外崎選手のバッターの方が出るのかなとか思ってたんですけど、なんか源田選手の方がイメージ的にはしなりで飛ばしそうな雰囲気のあるバットですね。で、これどっちも一回振ってみたんですけど、それぞれ特徴があって、外崎選手の方がタイカップになってて、で、芯が若干太め、これどちらもメイプルの、こっちにハードメイプルって書いてあって、こっちも MP って書いてあるので、どちらもメイプルのバットで、最近プロ野球選手も青玉のバットってあまり使わないので、まあ、そういったところも、あ、やっぱりこういった選手たちもメイプル使ってるんだなっていうのは分かりましたね。源田選手のバットの方なんですけれども、今ちょっとモンタナスポーツさん来てるのでしばらく置いときます。源田選手モデルの商品としてのバットも置いてあるんですよ。違いがちょっとあったので、そういうのも見て振っても全然いいので、持ち帰りさえしなければ振っても全然いいので、違いとかもちょっと発見してみてもらえればなと。僕はあんまりバットのこと詳しくないんであれなんですけど、まあ置いとくので、ぜひぜひちょっと振ってみてください。これ持ってバス店とかも行って OK で、よくないです、持ち帰りはダメです、持ち出しは禁止です。そう、はい、ということで本日は、プロ野球選手本物のバットのご紹介をさせていただきました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペタンプの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が多いと思うんですよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの源田モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、源田グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、で、また1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に横から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人そういくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。